はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回は信長の野望天下創生パープキット続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、宿敵だった朝倉、これの討伐を行いました。で、無事、竹部山、金ヶ崎、一条谷と3つの城を取りました。で、以前はですね、この後本願寺の残党勢力、これを追って能登へと攻め入ろうというふうに思っていて、そういう話もしたと思うんですけども、九州の大友、これがねかなり厄介になるよというアドバイスいただきましたので、方針を少し変えてですね、この後は中国地方の攻略にかかっていきたいと思います。で、その最初の作戦として三好、この討伐を行っていこうということで、今回の攻略目標はですね、ここ三好の翡翠城ですね、ここを攻略していきたいと思います。では早速続きを始めていきましょう。このね、城を攻めるにあたって今兵糧が全然ないので、兵糧をかき集めていきます。信長のいるところにね兵糧が全くないというのもちょっと微妙な話なんで、兵糧をこの際かき集めていきます。で、あとちょっと考えているのが家康の処遇なんですよね。前回ご覧いただいた方は途中でね家康との同盟が切れたというところがあったと思うんですが、このままね家康との同盟が切れたままというのはどうにも辛いので、ここは信長自ら赴いて同盟を結びましょう。このさ、宝をくれという上から目線の家康、どうにかならないのかな。さて、そしたら一旦これで家康とは決着がついたので、この後だね。浦上家にいつでも攻めれるように忍びを放っておきます。おっと、本願寺が攻めてくる。ここはただ兵の数を出せば十分に撃退はできるでしょう。で、家康からの使者ですね、信玄を共に倒しませんかということで、ここは同盟結んでいるし承諾しておきましょう。一つしか城を持っていない家康から金やら何やらをむしり取るわけにもいかないので、いやー、本願寺残党勢力これ捨ておけないかもしれないな。いやー、この登用ができないとね人の数がどんどん減ってくんで、そこもちょっと考えものなんですけどね。さて、そしたら軍を編成していきます。再生中の再生だな。まずはとはいえ温厚交渉で忠誠をみんな90以上に上げておきましょう。朝倉に関して言うと、そりゃさ
なかなか忠誠上がってこないよね。お家を滅ぼされてるわけだからな。さあ、とはいえどうだ、三好強いんだよね。そうそうたるメンバーだよね。信虎、そして赤鬼、赤井、蘇豪、さらに藤鷹、いやーむちゃくちゃ強いわ。この面々とまともにぶつかっても遜色ない顔ぶれには味方もなってはいるんですけどね。ただそれにしたって強いわ。さあ敵を引き込め。いや、総合体撃はできなかったか。潰したかったな。総合体は潰せたか。それでも一旦兵を引こう。兵と士気の回復をしたら再び焼き打ちをかけて、敵をおびき出そう。ここで敵が出てきてくれるかどうかでこの戦い決まりますね。いや、三好は本当に兵が強いわ、武将が強い。さあ逃がすな。追撃だ追撃。
れ。撃ち壊せ。よし、ヤグラの占拠に成功。これは一気に三好落とせるぞ。でもうまくすれば信長さえ敗走しなければ勝ち目はありますね。さらに挑発で敵をおびき出した信虎と撃てば終わりだ。よし、荒木村重を捕らえたか。豊、いや村重全然ダメだね。やっぱ死んでもらうか。まあもともと村重はね、信長に謀反を起こしましたからね。最後なんだっけな、あの村重の茶人となった後の名前、道雪じゃなくて道元じゃなくて、なんだっけな、ごめんなさい、ちょっとすぐ名前出てこないんですけど、いずれにしても最終的にはね、秀吉の、語り部として命をつなぎ止めましたけど、ここでは死んでもらう。道元じゃなくてなんだっけな、ちょっとねすっと出てこなくて申し訳ないんですが、では三好をあっさり撃破したんですが、次の目標はというと、まあ、浦上家になるのかな。で毛利とはちょっと共闘の道を探ってみるかな。まずは今取った城に人を入れていきます。ちょっと勝家とかを前線に出したいよね。後方にいる強者たちをちょっとずつ前線に出していきたいので、まあ後方がね、そうするとちょっとずつ危なくなるんじゃないか説もあるんですけどね。依然として武田家存在してるしね。信孝、さてと、そしたら続いてなんですが、まず豊をちょっと見とく。長野16代当主か、長野家。これは登用できる？難しいか。信長は使いたくないからな、こんなところで。そうなると、早速やっておきたい内容としては、毛利と同盟を結んでおきたいよね。まずは貢ぎ物で、しっかりと、仲良くしてから
麦酒を差し出せばいいの。全然差し出すよ、麦酒ぐらい。これで輝元との同盟がなったので、輝元と同盟が結べたら、裏髪雨子、そして大友っていう感じかな、順番としてはね。でもう武田、ここを相手にするのはちょっと今しんどいので、武田は相手にせずに浦上家だね。三木城には、あ、浮田直家、入ってるな。そうなると攻略の順番としては、もちろん三木城の浮田直家、ここを下した後にそのまま姫路城を攻略して、一気に大名のいる本城を叩こう。これが一番良さそうですね。じゃ あ準備を始めていきましょう。まずは輸送だね。勝家のいるここに軍馬集めたいよな。がは、のぶし集団ごときに取られましたと言われてもな。砲の数がちょっと足りないかな。そうか、光秀も今ここにいるけど、もうちょっと前線に出てきてもらってもいいかな。もう鉄砲はないかな、どこにも。できれば秀吉、半兵衛がいるところに鉄砲も軍馬も集めておきたいので、こんなところかな。がーん、ものすごく冷たい対応にされちゃったな。いや別にさ、何個共闘してもいいじゃんと思うんだけど、そうはさせてくれないか。となれば攻略をしていきましょう。早速浦上家の、あー、ここ直家の他にも清水宗春もいるんだな。なかなか強力だな。信長がいない代わりに半兵衛が指揮を取る。敵の数多いな、1万超えか。しかも久々の野戦。
出たー、光秀。本当にやってくれるよ、光秀は。まずはその光秀を打ち倒そうじゃないか。逃がすなよ、光秀を。よし、光秀捕らえた。何なんだこの茶番劇はという感じがするけど。よし、これで一気に敵の部隊も動いたね。逃がすなよ、この竹内を。よし、ここぞとばかりに敵の砦を潰そう。裏紙が出てるじゃないか。裏紙潰せば終わりだぞ。さすがに無理か。砦を潰せればだいぶ戦局も変わると思うんだけどね。よし、取ったー。これはでかい。マジででかいな。いやいやいや、ついこの前まで一緒にいたじゃん。しょうがない、光秀には死んでもらうが、再三裏切ってるからな。いや、本当に今の戦い大きかったね。で、そして星ちゃんになってる大名が、これはありがたいわ。ちょっとじゃあ早速配属だけしちゃいましょう。光秀前線に出してあげようと思ってた矢先だからな。本当にやってくれたよ。
さて、じゃあ誰入れる？裏切られるのは嫌なんで、信雄を入れて、高虎、脇坂、まあ、この辺りで脇を固めるか。はい、ではね、ちょっと光秀が再び謀反を起こしたりというのはあったんですが、まあ、目標としていた三好の攻略、それと裏紙、打倒のためのまずはね三木城、ここの攻略ができましたので、まあ、光秀がいなくなったのは痛手ですけど、まあ、よしとしましょう。で、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。